SOGI SOGI セクシャルオリエンテーションが分かんなくて、シスジェンダーの同性愛者、でも別に付き合いたいってわけではないって伝えたじゃない、ノンバイナリーだから、男女二元論にとらわれない、女性だって見られる、ことが嫌だったんだ。自閉スペクトラム症障害っていうのが分かって、皆様ごきげんよう。ごきげんよう。今回はハーブティーをいただいております。はちみつ、はちみつ、はちみつ、はちみつと一緒にいただいております。はい。前回に引き続き、我々のセクシュアリティの話。そうだね。前回は子供の頃、どんな子供だったかとか、どういうふうに感じていたかを話したんだけど、今回は大人になってから、今自分たちがどう感じているかについて話してみようと思います。今で、ちょっとよくそのセクシュアリティを表す言葉で LGBTQ とかいろんな、そういう言葉をよく聞くとは思うんだけど、結構ややこしくなっちゃうので、今回は SOGI 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 で、のソジ、で皆さんも聞いたことあると思うんですけど、っていうものをまずベースにね、話していけたらなというふうに思っております。まずそもそもソジとは何ぞやっていうところなんですけど、大きく分けると SO と GI で分けられると、SO はセクシャルオリエンテーション、性的指向と言われるどの性を好きになるか、GI はジェンダーアイデンティティ、これは性自認のことですね。で、それぞれの頭文字で、その属性を表す略語としてソジっていうふうに言われているので、このソジっていうのは全ての人が持っている属性のこと、それがソジ。なんでね、今回そのソジを話そうかっていうことになったかっていうと、これまでね、我々このルーム201っていうね、動画出すにあたってさ、よくレズビアンカップルの〇〇とか、なんか分かりやすさでレズビアンカップルって結構変えてきたこともあったじゃない。そうだね。でもなんかしっくりこないなって思ってなかった。そうなのよ。で、そういう話もね、よく2人でしたりしてて、そうそう、自分たちの中で今一番しっくりきてるのがレズビアンカップルっていうよりも同性カップルっていうのがすごいしっくりきてて、ね、そうね、で、なんでそういう風に感じてるのかっていうのは今日話せたらいいなって思ってます。思ってます、じゃあまず私たちのソジーについて、私、じゃあセクシャルオリエンテーションは女性、で、ジェンダーアイデンティティはノンバイナリー、と今させていただいております。はい。私は SO、セクシャルオリエンテーションが分かんなくて、現時点では不明とさせてください。で、GI、ジェンダーアイデンティティは同じくノンバイナリー、かなっていうので落ち着いてます。いや、まずその SO に関してだけど、みずきちゃんは不明。そう、私がそもそも他人に、他者に対して恋愛感情っていうのをあまり抱かない、なんかそこについてあんまり考えてなかったみたいなこと。例えば私だったら、まず好きになる人って、もう女性っていうフィルターがまず一個あるのよ。だから、自動的に多分男性はまず排除されるっていう、もうそういう仕組みになってて、そういう仕組みね、そういうのはまずない。そもそもなんか素敵だな、美しい、かっこいいっては思うのよ、でもそこで付き合いたいとか、自分のことを知ってほしいとか、なんかその人と一緒にいたいとか、そういう感情はそこには直結していなくて、なるほどなるほど。そうだからさ、最初もすごい素敵だなと思って気になっていて、好きっていう気持ちはあったから伝えたんだけど、
でも別に付き合いたいってわけではないって伝えたじゃない、うん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 、まあそこからいろいろあって、うんうん、まあもう大好きなんだけど、そのもともとそのなんか、うん、恋愛感情あれかもね、セクシャルセクシャルオリエンテーションってセクシャルオリエンテーションだから、うん、オリエンテーションがそこを基準にしてないっていう、うん、まあ、基準にしてないっていうかまずない、うん、いや不明不明不明です。ちょっとまた別にこれは答えを出さなきゃいけないことじゃないから、うんうん、そう、ね、そう不明ですね。まだまだ勉強中だから それってこういうことじゃないとかさ教えてもらえたり、そうだね、いろんなジェンダーの話とか、うん、すっごいいろんな定義があるじゃん、うん、我々も調べたけど、うん、難しいってなっちゃって、そうそう、すごく違う言葉だけど一部分は共通してたりとかあるから、うん、ちょっと間違えてちゃってたらごめんなさい、ごめんなさい、なんだけど教えてほしい、そう、うん、もし間違えてたら教えてほしいです、うん、で私たちがもしわからないことについて知ってたら、うん、教えてほしい、お願いします。じゃあ GI、ジェンダーアイデンティティについて、うん、でちょっと今日はここすごくさっき話したそのレズビアンっていう言葉に違和感を感じてるっていうのは、うん、まさにここがすごく関係してるなっていうのを思うよね、うんうん、はい、で私たちは2人ともノンバイナリーっていうふうに今、うん、まあそれが今すごく自分の中でしっくりくるっていう感じでやらせていただいてるんですが、やらせてもらって、まあ、そもそもノンバイナリーって聞いたことある人たくさんいると思うんですけど、うん、自分の法律上の性、まあ要は割り当てられた性かな、うん、生まれた時に関係なく自身の性自認、性表現に男性女性といった枠組みを当てはめようとしないセクシュアリティ、うん、バイナリーはジェンダーバイナリー、まあ要は男性か女性の二択のみで生物的性で性別を分類する見解から来ている、うんうんうん、要はそれがないノンバイナリーだから、男女二元論にとらわれないっていうところが確信らしいです、うん、まずノンバイナリーっていう言葉の前から多分あるのが X ジェンダーっていう言葉、うん、まさにそれだね、最初に出会ったのはね、そう、うん、何が違うねんっていうことをもしいろいろ調べたんだけど、うん、X ジェンダーは、まあ、まず日本で生まれた言葉らしい、うんうん、で、性自認が男性にも女性にも当てはまらないセクシャリティだから、その部分ではノンバイナリーと共通している、うん、違うところは、うん、X ジェンダーっていうのは性自認だけを表す言葉なんだって、うん、ノンバイナリーは、性表現、うんうん、自分をどういうふうに見せたいかっていうことも含まれた言葉、うん、で、あとはその X ジェンダーっていうのは、うん、ジェンダーバイナリーを持つということをまず前提にしているらしい、うん、そもそもね、そう、うんうん、まあ、さっき言った男女二元論、うん、その男と女っていうところの中でどっちに、うん、真ん中にいる中性なのか、うん、どっちでもあるのかとか、うん、その日によって揺れ動くのか、うん、であとそもそもないのか、まあ、これは多分ノンバイナリーに近いのかもしれないけど、そうだね、無性みたいな感じ、そう、うん、っていうタイプからか、そもそも2つが存在しているっていうのをベースに考えられてるっていうことらしいです。違ったらごめんなさい。さっきね、そのレズビアンっていう言葉、レズビアンカップルっていう言葉に違和感を感じるっていうのは、うん、あの要はレズビアンって、自分を女性と認識してる人が女性を好きになる、うん、だからシスジェンダーの同性愛者なんだよね、うんうんうん、だから私たちの場合はノンバイナリーだからシスジェンダーではないから、うん、これは何レズビアンカップルなのかなっていう、それもね、あ、それもレズビアンカップルなんですよっていうので正解かもしれないし、うんうん、ちょっとそこの答えは出てないんですけど、うん、まあ、ちょっとしっくりが来てなかった、うん、同性カップルっていう方がしっくりは来てるかな、ね、うん、え、じゃあさ、お互いがノンバイナリーって気づくまでの道のりについて語り合ってみる、うん、ちょっと一度喉を潤そう。まずノンバイナリーという言葉に出会ってしっくりきたのは本当この 2,3 年。そうだよね、それまでさ、そういう言葉も知らなかったと思う。うん、なんかね、
あの宇多田ヒカルとか、うん、ノンバイナリーっていう言葉があるのは知ってたけど、うん、その意味をよく分かってなくて、うん、自分がそうだっていうふうにはなんか結びつかなかったんだよね、うん、でなんか最初私がまず自分の中での違和感って最初にセクシャルオリエンテーションの方がすごく強かったの、うん、自分がどう自認してるかとかっていうよりも、うん、その異性愛主義の世界で、うん、なんかまずそこがすごく違和感だったり葛藤だったりがあったから、うん、まずジェンダーアイデンティティの方にはそんなにこう意識がそこまで向いてなかったのかもしれない、うんうん、で自分はレズビアンなんだって思まずたどり着いた、そのセクシャルオリエンテーションが女性なんだって思って、うんうん、でいわゆるレズビアンのコミュニティというものに属して友達ができたりとか、うん、いろんな人と出会ったりとかっていうことをした中ですごく居心地は良かった、うん、当たり前のように好きな人の話をするときにみんなそうだし、うん、って思ったんだけど、なんかもやっぱその違和感があって、うん、結局だからうまく伝えられないかもしれないけど、うん、同じ人間が集まってるわけではないなって思ったの、うん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 、その中でも当たり前なんだけど、当たり前なんだけど、うん、そのってなんかよくさボーイッシュとかフェミニンとかっていう属性ではかなんかカテゴライズされるけど、うん、とか中性とかあるじゃん、うん、よくそんな風には分けられない、なんかそれではない何かがあるかなって思ってて、うん、あのパレットオークの漫画かな、うん、を SNS でノンバイナリーのやつを読んだ時にすごいねストーンってなんか自分の中で、うん、あ、これだって思ったんですよ、うん、そこから私はノンバイナリーですって、はい、あの名乗らせていただいてるんですけど、うん、でもねすごくそれがしっくり自分の中で来るものが見つかったことによって、うん、すごく自分の中でも変化があったんだよね、うん、そうだね、それまでの私はその例えばお化粧しろとか、うん、例えばネイルしないのとか、なんかいわゆるこの間も言ってその社会的な女性がされるとされるものをしなかった、うん、なんかできなかった、うん、でもそのノンバイナリーっていうことが分かった時からなんかやってみようっていう気持ちにちょっとなったんだよね、うん、でも全然してないんだけどね、してないんだけど、あの必要に応じてはして、例えばお化粧をちょっとしてみようかなとか、うん、なんか化粧品を見てみたりとか、うん、なんかネイルをやってみようとか、てか今やりたくて、うん、ネイルサロン行ったりとか、自分でもねいろんな色のやつ、ね、そうそう、そういうことをするようになったの、うん、でなんで今までできなかったっていうか、うん、やらなかったのかっていうのを考えた時に、うん、それをすると女性だって見られることが嫌だったんだって、その行為自体が嫌なわけじゃなくて、うん、まあ、私も昔からよく言われてたけど、女なんだからスカート履けよ、うん、女なんだから化粧しろよ、うん、ってことは、じゃあするってことは私は女ですっていう、うん、その私は社会的に女性に見られたいと思ってる人ですって表現することだと思ってたの、うん、その時はね、その時は、うん、だからわからないけど嫌だったのが、うん、嫌だったっていうか違うって思ってたのが、うん、これをやったら自分が表現したい自分じゃないって多分思ってたんだけど、そうじゃないって分かったから、いや救われたんじゃない、すごく、そうだから、まあもしかしたらね、それを知ってることでそういう風に見る人はいるかもしれない、うんうん、でも自分の中ではもうそうじゃなくなったから、うん、っていうのはすごくなんか心境の変化としてあるなって思ったかな、うん、少し自由になれたよね、そう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 、うん、私はそれこそ前のね動画でも話したんだけど、うん、子供っていうか、まあ思春期ぐらいの時から自分のなんか性自認に違和感をやっぱり感じ始めて、うんうん、いろいろ本読んでみたり勉強とかして、で実際に病院調べて問い合わせしたりとかそういうことまでしてたんだけど、うんうん、ただ私その本当に生まれつきに体がゴリゴリに弱くて、うん、途中でもなんか寝たきりに近いぐらい寝込んでしまった時期が結構長くて、うん、ちょっと一度考えることを中断せざるを得ないというか、まあ、それどころじゃないよね、まあね、うん、そうだったのよ、うん、でその後に自分が自閉スペクトラム症、うん、でまあ ASD っていう
障害っていうのが分かって、うん、それは結構大人になってからだよね。そう、調べてたら、うん、その ASD の人は性別違和がある人がすごく多いっていうのをまず何かで見て、うん、で調べれば調べるほど自分で、うん、まあ、もしかしたら ASD じゃなくても持ってたかもしれないし、ね、うん、ASD だから持ったのかもしれないっていうのは分かんないけど、うん、まあ、手術のことは昔調べてた、うん、病院とかともね、だよね、うん、でも多分そういうことを病院に相談するとさ、うん、まあ割り当てられた性が女性だから、うん、性別違和を感じてますってなると、さっきで言う二元論的には、うん、じゃあ男性になりたいんですねっていう結論にされちゃう。そう、手術をするためにはみたいな、そういう話になったりとかもして、だから自分の中でその違和とか、この今の感、うん、しっくりきてる感覚が、だか、どこにもその情報がないから、うんうんうん、違和感があるイコールそうなるしかないんだみたいなのが自分の中でもあった。まあそうだよね、そういう風にとらわれがちだしね、うん、結構救われた部分もあったの。あ、別にそう思っていいんだみたいな、うんうんうん、でも一方でっていうのがあってっていう感じかな、はいはいはい、ちょっとうまく説明できないんだけど、うんうん、いや、わかるわかる、うんうん、その性別違和を感じるってことに対してはいいんだってほっとするけど、うんうん、じゃあその結論を、うん、がなんか2種類しかないっていうか、そう、なかなかしっくりくるものが見つけられなかったかな、うん、10代とか20代前半の時は、うんうん、そもそもの概念がないから、うんうん、どうなりたいとかもないんだよね、うんうんうん、だからよく言うんだけど、私お洋服買えないっていうのも別にどういうのが着たいとかどうなりたいっていうのが全然ないんだよね。よくお買い物ができないから一緒に着てどういうの着たいのとか言ってくれるんだけど、うん、別にどういうのも着たくないのよ。こういう体つきだからこういうのが似合うみたいに言われると、うん、それでいいのよ、うん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 、自分のフォルムにね、そうそうそう、フォルムに合う形が、まあ、女性のものが多いから、うん、女性ものが多いから、まあ、着てるってだけで、別に女性ものだから着てるわけだよね。そう、お互いノンバイナリーっていうのにしっくりは着てるけど、うん、そこの内容部分は割と違ったりするから面白いよね、その性表現のところはね、うんうん、だからさっき言った、うん、セクシャルオリエンテーション、うん、とかも ASD 的な関係があるのかわからないんだけど、その本当付き合いたいとかもないし、一緒に過ごしたいっていう欲求が薄い、うん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 、ちょっとまとまらないけど、まあ、それぞれそんな感じでノンバイナリーっていう。そうだね。でもさ、オリエンテーションに関してはちょっと誤解を生むかもしれないから、うん、あれだけどさ、一応あれだよね、そのセクシュアルオリエンテーションは私っていうことになったってことだよね。そう、うん、なんかあの付き合いたいとも思ってないし、一緒に過ごしたいとも思ってないってわけではないよね。全然思ってない、うん、全然思ってない。はっ、そう、そう、今まではそうでした。うん、汗かいてきちゃった。本当難しい。なんかもう決める必要はないからね。そうだね。だってもうさ、そう、なんか分かりやすく名前をつけなきゃいけないならこれってだけで、うん、しかもね、それに救われる時ももちろんあるし、そう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 、でも無理に当てはめる必要もないよね。そう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 、うん、そんな感じで今日は